今年2月、北都市の函館江差市道でホワイトアウトの中、車が相次いで衝突し、およそ160台が立ち往生した事故。衝突した後、車の外に出ていた67歳の男性を跳ねて死亡させたとして、先月、30代の女性が過失運転致死の疑いで書類送検されていたことが分かりました。このほかにも14人が過失運転致傷などの疑いで書類送検されていますが、 全員不起訴になっています。